ポール・デュカス、アリアーヌと青ひげは、ポール・デュカスが1907年に完成させた3幕のオペラ。台本は、シャルル・ペローが発表した3文集に収められた。青ひげを元にしたモーリス・メーテル・リンク独自の青ひげによる。アリアーヌを初演したジョルジェット、ルブラン・メーテル・ランクの台本に引き付けられたデュカスは、約7年の歳月をかけてアリアーヌと青ひげを完成させた。 この作品は、デュカスにとって唯一のオペラであり、20世紀のフランスを代表するオペラとなっている。デュカスはこの作品について、解放を望む者は誰もいない。自由という名の荷物は重く、誰しも日常的な霊俗を好むのである。それに、誰にも人を助けることはできず、自分自身を救う可能性があるのみである。と語っている。このオペラは、 パリでの初演成功後すぐに、ウィーン、フランクフルト、ミラノ、ニューヨークほか、各地で再演された。トーマス・ビーチャムは、私たちの時代における、最高の叙情的オペラと表し、アルトゥーロ・トスカニーには3年連続で、ニューヨークでの上演を行った。シェーン・ベルク、アルバン・ベルク、オリビエ・メシアンなどの多くの関心を呼んだ。 アラディーヌを演じたレジー・ヌーバで、オペラ誌の著者、DJ ・グラウトは、この作品は元来オペラというよりコーラスとソロを伴う大きなシンフォニーである。主題の循環と変装の技巧によって、堂々たる建築物のような作品構造が生み出される。第3幕終わりのコーダは特に印象的で、ベートーベンの器楽のコーダのように、オペラの主要テーマをことごとく集約し、 第一幕前奏曲の冒頭の数小節の主題を中心に全体を引き締めている。作品中には美しい箇所がいろいろあるが、オルラモンドの五人の娘たちの歌を挙げておこう。これは非常に目立った民謡風の旋律で、ライトモチーフの多くはそこから引き出されている。要するに、アリアーヌとアオヒゲはペレアスとメリザンドに次ぐ20世紀初めの最も、 重要なフランス女情ドラマであると述べている。また、シングル・オブ・オペラ辞典によれば、アリアーヌと、青髭は考え抜かれた形式で描かれた作品である。還元楽は、リムスキー・コルサコフをしのぐほどに洗練された輝きを放ち、光沢のある表面の下にくすんだ、未熟の光を隠している。中略デュカスがいかに音楽的に独自の立場を、とっていたかは、何よりも、 アリアーヌとアオヒゲドビュッシーのペレアスとメリザンドを比較するとよくわかる。二つの作品の音楽様式にはいくつも共通する点がある。例えば、全音階の仕様で、これによりメリザンドを示す短い引用をごく自然に聞き取ることができる。しかし、アリアーヌの劇展開のペースはより考え抜かれたもので、 読書部分は少なく、全体的により豊かで揺るぎのない響きで書かれていることが本質的な違いである。1時間55分時と場所、字は見て、青髭の城の中青髭の城の大広間民衆が、青髭を殺そうと城に迫っている。多くの民衆は、青髭公が5人の妻をめとり、殺してしまったと信じており、武器を手にしているが、中には女たちが生きているのを見たと言っている者もいる。 窓が閉められ、緊迫した合唱が聞こえなくなる。主人公アリアーヌは、青髭の6人目の妻としてその館に連れて来られたのだった。ウバは危険だから逃げることを主張するが、アリアーヌは5人の前妻は殺されているという噂を信じておらず、彼女たちを解放しようと考え、この城の秘密を暴く決意でいる。アリアーヌは、青髭から事前に、 金の鍵一つと銀の鍵六つを預かっていたが、銀の鍵は自由に使ってよいと言われていたため興味を示さず、放り投げる。ウバはそれらを次々に使って、扉を開けていく。アリアーヌは言いつけを破って、金の鍵を開けてしまう。するとかすかな歌声が聞こえてくる。アリアーヌがさらに地下室に向かって下っていくと、歌声が大きくなる。するとそこに、青髭が現れ、 言いつけを破ったなと怒り出し、アリアーヌを戻そうとする。アリアーヌが悲鳴を上げると民衆が城に押し寄せてくる。しかし、アリアーヌは何も危害を受けていないとして、民衆を城から追い返す。青髭の城の地下室青髭により扉が閉められ、アリアーヌとウバは地下室に閉じ込められてしまう。アリアーヌは楽観的で青髭はもう精神的に打撃を受けているのだから、 いずれたけに来るはずだが、自ら状況を打開する方が好ましいと考え、乳母と共にランプを手に、地下室の奥へ進んでいく。すると戦災たちがうごめいていた。アリアーヌは戦災たちが生きていたことを喜び、駆け寄る。皆に、ここから出ることを強く勧めるが、皆は、お呼び越しで脱出などできないと考えている。それもアリアーヌは石を投げて、扉の上のガラスを割れると、 光が差し込み、海と空が広がっているのが目の当たりになる。五人の妻は正気を取り戻し、オルラモンドの五人の娘を歌いながら、外に出ていく。青髭の城の大広間大広間に入ると、青髭の姿はなく、英兵たちの監視のもと、アリアーヌと五人の妻たちの生活が始まる。アリアーヌは妻たちに、機械を見計らって、ここから脱出しましょう。その時に備えて、 美しくなっておきましょうというと妻たちは宝石などで着飾り始める。すると乳母が現れ、青髭の馬車が到着したと告げる。妻たちが塔に登って、外の様子を見たところ、武器を持った民衆が青髭に襲いかかり、衛兵たちが応戦したが大勢に、無勢で歯が立たず、逃げ去り、青髭は負傷したという。間もなく、農民が青髭を縛り付けて城内に入ってくる。 そして、女たちに、あなた方の復讐のために、青髭を捕らえました。武器はお持ちですか復讐を、お手伝いしましょうかと尋ねるが、アリアーヌはそれには及ばないと答えると、農民たちを立ち去らせる。アリアーヌたちは、青髭の解放をはじめ、一人一人、青髭と挨拶をする。アリアーヌの番になると、青髭から遠ざかり、さようならと言い立ち去ろうとする。 アリアーヌは妻たちに一緒にここを出ようと誘うが一人も応じない。アリアーヌはやむなくウバと共に立ち去っていくのであった。青髭が主題の作品も参照。ありがとうございます。